懐かしいね。私は小さい頃からほんと可愛いわ。昔の写真を見るのもたまにはいいよね。ええ、その時の思い出も蘇ってくるわよね。マリサの小さい頃ってどんな子だったんだろう。きっと昔から真面目でぜいぜい言ってる子よ。想像できる。ところでマリサ、随分と帰ってくるの遅いね。マリサが帰ってこないと夕飯いつまで経っても食べられないわ。あ、やっと帰ってきた。ただいま。ということで皆さんどうもこんにちは。渋谷ハロウィンとは一生無縁のうぷ主のミーです。毎度おなじみ霊夢ちゃんだよ。どうしてこうなった？マリサだぜ。まさかマリサが赤ちゃんになっちゃうなんてねー。赤ちゃんと言ったらこのゲーム。マリサ赤ちゃんは果たしてどんなパパ、ママにお世話してもらうんだか。まさか私が赤ちゃんになっちまうなんて。それじゃあスタート。あ、そのまんまマリサ、当たり前だろ。この時期にぴったりな格好だね。これが私服なんだよ。私はお前たちが赤ちゃんになった時、しっかり見てたから、要領よく進めさせてもらうぜ。さ、さすが赤ちゃんマリサ。赤ちゃんなのに心配にならない。少しは心配しろや。ちょうどこのゲームでもハロウィンイベントが開催されているみたいだね。でも具体的には何をしたらいいのかしら。他の人の家に無断で入ってお菓子をいただく。そのお菓子で豪華な景品が交換できるんだ。この泥棒、ひどい、ド悪党、霊夢ちゃーん。何か言ったかなー。いえ何も言ってません。危うく赤ちゃんに命を奪われるところだったわ。ルールは現実のハロウィンとほぼ同じってことなんだね。家の前にキャンディーマークが表示されていたら、その家の中にはキャンディーがあるってことなんだぜ。あ、本当にキャンディーがたくさん置いてある。こうやってどんどん集めていけってことなんだね。一つの家からは一回しかキャンディーがもらえないのね。赤ちゃんにはいろいろな家を回るのは大変じゃない？なーに、私はうぷ主と違って体力あるから大丈夫だぜ。とか言って思いっきり自転車乗ってる。ハロウィンイベントもいいが、ちゃんとやることはやらねえとな。待って、早まらないで。何を勘違いしてんだ。ご飯を食べたり学校に行くんだよ。なんだ、てっきり誰かを海に沈めるのかと、私をなんだと思ってんだ。あ、マリサそろそろお眠の時間じゃない？ふわぁ、確かに眠たいぜ。なんだかんだ言ってやっぱり赤ちゃんね。寝る子は育つ、しっかり寝なさい。はい、おやすみなさい。お前のことじゃねえ、むにゃ。ゲホゲホ、なんだか寒いな。ああ、大変、風邪ひいちゃった。まったく無理して駆け回るから、思ってる以上に体力がないってことだな。急いで病院病院。嘘ー、一瞬で風邪が治った。あ、ありえない。何もしてないのにどうして一瞬で風邪が。金のリンゴ。誰かがくれたみたいよ。なんでこんな凄そうなものを私に。このリンゴって食べられるのかな？なんか食べたら不死身になりそう。どうしたらいいんだ。また風邪ひいたら食べなさい。おお、あの人がアドバイスしてくれた。突然風邪は治るし金のリンゴをもらえるし。この赤ちゃん、幸運の赤ちゃんよ。リンゴが眩しい。この船を動かしてもらえることになったぜ。その船って飾りじゃないの？空飛んで天空の城まで連れて行ってくれるんだとよ。下に、ではない。この船が動くものだったなんて今まで知らなかったよ。本当に船が飛んでるわ。百歩、赤ちゃんマリサやるね。まったくお前たち子供みたいにはしゃいで。そういうマリサこそ赤ちゃんなんだからもっと楽しみなさいよ。ここが天空の城か。こんなところ初めて来たわ。なんかいろいろなポーションが売ってるぜ。せっかくだし何か一つ買ってみたら。じゃあこの一番安いやつを。この高さでトランポリンとか怖すぎるんだけど。うわあ、絶景だ。さすがはマリサ、まったく怖がっていないわ。きゃあ、落ちたー。バグったー。うわあ、地面から体が抜けない。まさかこんなことになるなんて。トランポリンにはもうごめんだー。ステージはルイージマンションだな。そして今回は新登場のイカガールちゃんでやっていきます。ついにマリカーでスプラトゥーンができるのね。スプラトゥーンはできねえだろ。それでは張り切ってコインをゲットしまくりましょう。おお、加速した瞬間車からインクが出たぜ。ちょっとイカちゃんに今回のゲームの意気込みを聞いてみましょう。意気込みですか。私お
金あまり欲しくないんですよね。このゲームに最高に向いてねえ。大丈夫よ、あなたがゲットしたコインはすべて私がいただくから。どこが大丈夫だ。あ、前方にコイン発見。これを取ればいいんですね。風船を爆弾で割るのもすごいゲームだが、金の取り合いもすげえな。私は絶対にこの戦いに勝利してやるわー。霊夢の気迫も尋常じゃないよ。お、この辺結構コイン落ちてるぜ。あー、通り過ぎちゃった。この爆弾を使って他の奴のコインをばらまきましょう。運転する人イカちゃんじゃなくて霊夢にすればよかったかな。あらゆる手段を使ってコインを集めそうだぜ。あー、今一瞬1位になったのに。この枚数で1位ってみんなあまりコインを持っていないのね。ここからどんどん枚数が増えていくんだろ。あ、これ新しく追加されたアイテムだ。その場でジャンプして加速するんだぜ。めっちゃコイン持ってるやつは、頭の上にコインが積み重なってるのが見えちゃうから、格好の的ね。そのバット何に使うんだよ。まずいぞ、相手にやられすぎてコインが0枚だ。なんとか1枚ゲットしたんだぜ。スピードが出ている状態でコインをゲットするのって意外と難しいですね。時にはスピードを落として取ることも大事よ。その時にノロノロしてたら相手から狙われやすいから、コインを取ったらすぐに加速だぜ。暗いファイア攻撃。信じられねえスピードで投げてるんだぜ。イカちゃんはボムラッシュで鍛えられてるからね。よっしゃー、当たったわ。おお、コインがたくさん落ちてるぜ。大量ゲットのチャンスだ。あらあら、今ぶつかってきたのは一体誰かしら。ひぃー、こいつマジだ。残りおよそ1分だ。まだまだいけるぜ。しかし予想以上に金の取り合いは厳しいものだった。ぐー、みんなどんだけお金欲しいのよ。こいつにだけは言われたくねえ。あのゴリラ気深いし欲深いわねえ。マリオカートもなかなか厳しいです。それじゃあいよいよ本番です。本番に入るの遅すぎだろ。走ってもらう選手はもちろん我らが、バナナゴリラドンキーコング。ジャングルは俺の住処だ。誰にも負けない男。そいつは頼もしいぜ。早速ぶつかったけど。ぶつかった。本人はぶつかったと思ってねえ。空中コーラ投げる方。決まったぜ。いいから前見て運転しろ。ドンキーは監修へのアピールも忘れない。非常にプロ意識が高いゴリラなんだよ。ただのお調子者だろ。ジャングルの帝王を抜かしたウホね。そうはさせないウホ。怪しいキノコを使って加速して抜き返したわ。前にいる金も抜かすウホ。そう、ドンキー。ウホ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 。お先ウホ。それはこっちのセリフだー。あー、クッパに抜かされちゃった。こいつらなんでこう毎回毎回戦ってんだ。カッコつけてないで早く亀を抜かしなさい。もちろんウホ。ジャングルに住んでいるドンキーよりもクッパとワリオの方が早いってどういうこと？なんだこの音。いつの間にか抜かされ続けて6位まで落ちちまったぜ。ドンキー頑張って、またトップに戻るのよ。ゴリラパワー。ドンキー、俺のゴリラパワーが。ガッハ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 。もっと練習してこいよ。こうしてドンキーはクッパにリベンジすることを心に決め、ちょっと練習しようと思ったのでした。ちょっとかよ。今日も最後まで見てくれてありがとな。みんな、用意はいいか？それじゃあ今日も闇闇じゃんけん張り切っていくぜ。最初はグーじゃんけんポン。あっち向いてほい。マリサーカちゃん、とんだ災難だったな。それじゃあまた次回も勝負しようぜ。